だね。好き勝手言ってくれやがって。そんなあんたを歓迎するよ、一山百門のこの地で。うちのおふくろは言ってたぜ、あと30年は生きてやる。全部見届けてやるからな。よく覚えてこの出ました野郎が。表現というのは始まるのです。最後には勝手にしろってなるんだから、じゃあ勝手にします。自分の幸せや生き方は自分で決めるしかねえんです。何も表現できねえから、そして歌他ねえんです。放射能が怖くて飯が食えるか、一粒残らずごちそうさま。放射能が怖くて息ができるか、実家から身を切る思いで家財を運び出す。庭先に置かれた瞬間、それらは国中の嫌われ者になった。それでも断絶や不信は一過性のものに過ぎねえと信じてます。同じ空の下、地続きの足元、次元の違いは置いといて、夢を語って遊びましょう。放射能が怖くて飯が食えるか、罪はない。原子力発電所に罪はない。全ての罪はここにある。そして宮城と福島と東北のお米はうまい。